香港に来て17年です。私の妻は香港人で、娘が2人いて、1人は10歳、1人は6歳です。学生の時から旅行が好きで、いろんな国を回ってました。その中で香港が一番とても、住みやすいと思ったんで香港に来て、最初は大手の電子部品の会社で働いてたんですけども、その後、独立するきっかけがあって独立してもう17年住んでます。やっぱり人が多くて賑やかなとこが大好きですね。あとすごいストレスがなくて、自由な雰囲気が大好きです。やっぱり食事も美味しいですし、日本のことを大好きな香港人がたくさんいるんで、すごい親日の人がいっぱいいて、生活しやすいです。私はアウトドアが好きなので、週末はよく、ビーチに行ったり山に行ったり、ジョギングしたりしてます。一番好きなのはボートトリップで、年に1回はボートトリップ行ってます。香港に来た時は1人しか友達いなかったんですけど、もう17年住んでもういろんな友達ができました。人脈が増えたんで、もう人材紹介を立ち上げるぐらいいろんな人と知り合ってます。香港は日本人のコミュニティがたくさんあるので、すごく生活しやすいです。香港は日本人商工会とか企業家の集まりの和協会、あと県人会、同窓会、いろんなところがあるので、いろんなところに顔を出していろんな友達を作ってます。